はい、こういうリモコンよく使うところ、って押してもね、うわ反応悪い、他はいいのにな、もう、ね、こういう経験ないでしょうか。はい、今回はね、そういうリモコン簡単に一発で安く直すことができます。はい、使うのは100円ショップでね売ってるこのアルミテープです。これをね使うだけです。ほんのちょっと使うだけですね。110円あれば誰でもね、これを直すことができます。で、いろいろね、洗浄すればいいよっていう動画あるんだけど、一瞬だけ直ってもすぐダメになっちゃうよね。同じことを繰り返すよね。この方法だったら 99.9% ね、復活します。復活できない場合は、他の部分がもう破損してる場合は復活しません。接触不良で、ってなってるものは 99.9% 復活します。はい。でね、最初、このリモコンのね、空張りだね。これ、リモコンによってどこに爪があるか全部違うので、そのリモコンの分解の仕方を検索してください。で、なるべくね、綺麗に分解したいでしょう。ね。はい。で、もうダメ元でね、接触こうと思えば、まあ、結構乱暴にやってもなかなかパリンって折れることはないのでね、このように取ってしまいます。はい。そしたら、今までの修理の方法だと、この基板がベタベタしているので、それを洗浄しましょうという方法でした。しかし、それだけは治りません。なんでかというと、このゴム側についてるね、この、まあ、通電、まあ、誘導するもの、薄く塗ってあったものが溶けちゃったりとかね、そういったものがこうベタベタと腰痛で接触が悪くなる。でも、その分ね、薄く下手ちゃったりもするし、通電誘導するためのものが溶けてなくなっちゃってるので、ただの通電性のないゴムだった場合、押しても反応が悪いということになります。で、そこで、アルミ、電気を通すのでね、金属はみんなすべて電気を通します。で、このアルミ、ね、で、アルミホイルを、要はここに貼ればいいんだけど、アルミホイルは、薄い場合もあるんだけども、まあ、行くんだけど、ずれちゃうんだよね、そのままね。じゃあ、アルミホイルを、こうしてやった時に、ケローンって取れちゃうから大変。じゃあ、両面テープをつける。厚い両面テープだと、押した感じがね、なんかこう、いまいちしっくりこない。薄いやつだと、あーもううまく使う、みたいな形でめんどくさいです。そんな時にめんどくさくないのが、このアルミテープということになります。薄い両面テーププラスアルミホイルでね、ドッキングしてやるよりも、簡単に手軽、切って貼るだけ。たったそんだけです。はい。これもね、修理をして2年経ちました。ね、2年経ちました。で、その時の動画がね、この右上のびっくりマークとか、最後パン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 ってこう出てくるので、参考にしてください。あと動画の説明欄にも貼っておきます。ね。これはね、一度もう洗ってあります。ね。キッチンの換気扇きれいにしたとか、まあ、いろんな洗剤あるよね。何でもいいんだよ。シュ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 ってやるとね。で、洗面所でね、もうよく歯ブラシ使ってギュギュギュってね、洗いました。しっかり洗いました。しっかり洗ってドライヤーで乾かしてね、一応念のために自然乾燥して干す。ね。で、たったこんだけです。ね。もう、あれからベタ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 しません。きれいに洗いました。この基板側もね、シュ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 って、ここら辺だけは怖かったんでね、ちょっとこう、テープ貼ってこう塗れないようにして、で、シュシュシュってやってね、綺麗に拭きました。これね。あれからもうベタ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 全然しませんね。2年以上経ったけど、サラッサラの状態です。ね。はい。で、アルミテープ、これね、100円ショップで売ってます。で、修理に使ったのは、この部分だけ。ね。全然使ってないでしょ。ね。よいしょ、ね。まあ、アルミホイルと両面テープでもいいんだけど、ものすごく大変です。ね。なので、よく使うとこね、こうして当ててみてね、ああ、ちょっと太いかな、どれぐらいかなって、こうしてみてね。大きいのを貼ると、バリが出るので、ちょっとね、一回り小さめの方がね、いいと思います。はい。こうやってね、まず大きさを、なんとなくでいいからね、こう合わせます。すると、ちょっと太いよね。気持ちね、もうち気持ち小さくしたいので、はい。これぐらいでしょう。ね。そしたら、裏の、よいしょ、これね、ここが一番大変なとこだね。この裏のテープ、これを取らなきゃならないんで、先に取っときゃよかったかな。スイカの、よいしょ、シェルテープくっつけてビリって取る方法もあるんだけどね。ここが一番の山場になります。はい。ここを剥がすのが大変。まあ、剥がしたいってからやるっていう手もあるけども、うん。本番で一発でうまくいかない。ね。これが元気な味。持ってない。持ってない。はい。ここをね、気軽に
よいしょ。先ちょっとテープ取ってけばよかったということで、はい、元気な話失敗しました。はい、そういうことでね、下にちょっとここね、切ればいいんだね。よいしょ。これね、使う前にね、実はね、よいしょ、はい。これね、ちょっとこうめくってこうして取りやすいようにしとくのが、これが実はね、コツだったりしますね。幅はまあ、これぐらいでいいので、ね、じゃあこれぐらいにしましょう。ね。はい。ここもね、裏技としてね、覚えてくださいね。必ずこれ切るときに、ちょっとペロってめくって、アルミの方を切っておいて、この剥がす部分ね、ここ、ね、ここを作っておきましょう。はい。手際が悪い YouTuber で申し訳ありません。で、こう剥がしたら、ね。はい。このようにね、貼ります。はい。で、ちゃんとこれしっかり洗剤で洗って乾かせば、これ、かなり強力な両面テープになってます。通常のものよりも。かなり強力です。これ基本的にキッチンで使うんでね、シンクとシンク、ガス台とかと、こう、継ぎ目のところをね、ペターっとつけるやつなんで、かなり強力につきます、これね。はい。もうこれで OK です。これで OK です。ね。だからこれが電源の部分ね。ね。で、これがチャンネル1、2、3、4、4つ使ってました。これね。で、これ今5個目をつけました。あと、ここはボリュームとか、チャンネルの上がる下がるね。ここを2年前に修理しました。全然絶好調です。ね。あんなに何度もやってね、うんってやってて、で、いろんなね、YouTube の動画を見て、この洗剤がいいんだよ。あの洗剤がいいんだよ。私が使ってるのはこれとかね。いろんな人のやつを見たけども、結局洗剤で綺麗にしただけではすぐに戻ってしまいます。大切なのは、これね、電気信号なんでね。ここがしっかりと信号が行くように修理することが必要です。それを皆さん説明しないので、すぐにダメになっちゃうんです。裏技ではありません。ね。このアルミテープ100円です。ね。消費税入れて今は110円になりました。昔はね、消費税 8% だったので108円で直ったけど、今は110円で修理が可能ということになります。ね。はい。そんなわけでね、やり方は簡単です。役立ててください。さあ、この動画の後は、2020年ね、1月3日、本日新年のご挨拶、そして2年ちょっとの間ね、皆さんから108件ぐらいのコメントをいただいて、たくさんの方にね、2000件超えるいいねをたくさんもらいました。治ったよってコメントね、たくさんもらいました。ね。なので、その、お礼の動画をこの後につけるので、もしよかったら見てください。そしてこの情報がね、役に立ったよって方は、グッドボタン、そして、せめてね、チャンネル登録してくれるとありがたいです。本当ね、よろしくお願いいたします。そんなわけで、これからもね、元気なおじいの動画では、このリモコンの復活、この108円のアルミテープ、これだけでね、もう接触不良だったら 99.99% 復活します。ね。もう売ってないんだよね。このリモコン。手に入んないんだよね。っていうね。そういうリモコン。そして、ああ、これね、ちょっと、一般的なメーカーじゃないからね。共用のリモコン、これ使えないんだよね。番号ないんだよね。とかね。困っていた方。お手持ちのリモコン復活できます。大丈夫ですね。諦めないでください。たった110円で完全復活します。復活できない場合は、もう破損している場合だけです。ね。お役立てください。じゃあ、もしね、お時間のある方もいたら、次の動画、ドッキングしておくので、見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。では、どうぞ。はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は、2020年1月3日、金曜日、時刻の方は、11時20分でーす。ぴょ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 ーぴょぴょー。はい、そんなわけでね、今回は、テレビのリモコン、ね、もうこれで完璧修理方法、裏技、ね、この動画を2年前に作りました。ね、2017年の10月の31日に、完璧版ということでね、元気なおじい、このアルミテープ、100円ショップで売ってますね。今、消費税が上がったから110円かな。110円。セリアとかね、そういうところで普通に売ってるアルミテープがあります。で、このアルミテープを使って、簡単にね、99.99% ね、接触不良だったら修理することができますよっていうね、動画を
作ってアップして、でとても大好評です。本当ね、ありがとうございます。参考にしていただいて、コメントもねたくさんいただけました、ね、大ヒット動画です。ありがとうございます。修理テレビリモコン無反応簡単に復活するよ、クリーニングでダメなら最終手段だよということで、元気なおじいも何度も何度もチャレンジしましたね。でいろんな方の動画を見て、で要は分解してね、基板がベタベタしてるからその汚れを取ろうよ、ね、でこのボタンの裏側のゴムをきれいにしようよ、ね、でこの洗浄がいいとか、この液がいいとか、泡のやつがいいとかね、付け置きするとか、いろんなタイプがあったんだけど、結局どれをやってもダメだった。すぐダメになる、ね、すぐダメになるところか、一番最初はきれいにすると強くやると一瞬だけ治るんだけど、すぐに早いともう1日2日ですぐにあれあれあれって感じで反応したくなって、うーんって感じでダメだこれってね、いやもう買い替えるしかないのかなと思って、もうあの手この手いろいろやりました、ね、でそのたんびにいろんな方の動画を見ると、この洗浄剤がいい、この洗浄剤がいいね、いやもうどれもみんな同じじゃんってかね、もうそれ毎回買ってるうちに何百円とかね、高いのは1000いくらとかするでしょ。だからね、そんなの買ってるうちにリモコン1個買えちゃうんだよね。その純正のリモコンが高いから、なんとか簡単に安く修理をしたいっていうのに、もうそういう情報に振り回されちゃうとね、お金ばっかかかって結局治らないっていうね、そういう結果になってしまいました。でおかげさまでね、2017年10月31日にこの最終の動画を出して、2年と2ヶ月かな、3ヶ月目に入りました、ね。36万7005回視聴いただきました。そしていいねが2133いただいて、でコメントもね106件いただきました。本当にありがとうございます、ね。でまあ、その当時ねおじいはこれ修理方法を探してもこのアルミテープを使う方法はありませんでした、ね。で唯一ね少なくあったのがアルミホイル、ね。だから元気なおじいもそのアルミホイルを使ってね、これやれば治るんだみたいなね、それでやったんだけどダメだったんだね。なんでかっていうと一箇所だけならいいんだけど、何箇所かやろうと思うとそのアルミホイルすぐぐちゃぐちゃになっちゃうからね。でちょっとこうくっつけただけだと蓋をした時にずれちゃうんだよ。あと両面テープを買ってきて、でそれペタッてくっつける、この薄い両面テープでやらないとこれ厚すぎて既に押した状態戻らないっていうかね、なっちゃうんだね。だから厚みがそこそこあることで、薄すぎない厚すぎないで押し方のね一箇所だけは分厚くなっちゃったりとか、なんかおかしくなるでしょ。だから既にその今使ってる状態を維持しながら復活できないかなって考えに考え抜いたのがこのアルミテープの存在でしたね。でこれを使って修理を出してる人は一人もいなかったんだね。でこれはもう本当に思いつきというか、たまたま子供の頃にね、建築業に携わったね、元気なおじいのリアルおじいがね、子供の頃によくキッチンなんかね、継ぎ目のところをピーってつけたりとか、でこれがね子供の頃なんか実験、豆電球の実験とかね、あと磁石の実験とかね、それなりにこのアルミテープってよく使ってたんだよね。あ、こんなのがあるんだってね。で頭にピッとあったので、あ、アルミホイルで通電で治るんだったら、これに両面テープくっつけたら、ああテープ付き、あ、アルミテープってあったよねと思って、あれ昔は高かったけど今だったら100円ショップに売ってるんじゃないのかなと思って、で探しに行ったら普通に売ってましたね。しかもいっぱい入ってたんでね、やらっきーっつって。でアルミテープね、こんなに長くいっぱい入ってて、実は100円税別でね、なんで、その当時使ったのがこれだけです。これまだ新品のとこ、これピッて取る間もなくね、ここだけ一角切って使って、そのまんままだ残ってます、ね。で2年以上経って、その後どうなったかというと絶好調です。ただ洗っただけとかね、だとダメだよね、すぐ戻っちゃうけど、これはもうアルミテープ貼ったらもうあれから二度と調子が悪いということはありませんでした、ね。
じゃあちょっとね、久しぶりに空割りしてみたいと思います。でこれもね、あの最初空割りするときにくっついてのこうマイナスドライバーでビリッビリッビリッってね、あのやっちゃうんだけど、もうどうせダメ元でしょ。でもうダメなら買い替えるしかないわけだし、捨てちゃうわけでしょ結局ね。だったらもう思いっきりやっちゃうね。でなかなか開かないって方もいるんだけど、あのこれ意外とそんなにねパリンって割れないからね、意外と強くやってもね。はい、まあ構造は単純なんでね、まあこの真ん中のこれもちょっと見といたけどね。はい、こんなでこれがあのアルミホイルだとバラ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 ってね落ちてきちゃいます。で組み立てる時も位置がずれちゃったりなんかしてね、ああ挟まっちゃったとか、一箇所ならいいんだけどたくさんやると大変です。で両面テープくっつけてあるのもね結構めんどくさいよ、次第の技です。最初それやろうと思ってもああってなったからね。でこのアルミテープを使うっていうのは厚みもそこそこあるので、アルミホイルよりも全然活躍してくれるんだね。ほらそのまんまね、ほら全く変わってないでしょ。これがね電源なんだね。でここのところは地デジとか BS とかね、こう切り替えるところね、ゲームをやったりとかね。でねここのね、これチャンネルだね、これ1234ね、このね1これだね、よいしょ。 BS のところはそうでもなかった、この1234これが何かっていうと、1番がTBS 系ね、で2番があれは日テレかな、日本テレビで、次が朝日テレビでフジテレビってね、1234にしてます。普通みんな何チャンネル、4チャンネルとか8チャンネルとかってやるでしょ。でもそれちょっと面倒くさいので1234にしてます。これ子供の頃から昔からね、あるこの1234が下手っちゃった、よく使ってるから。であとここは何かなっていうと、あこれね、チャンネルと音量だね。これね、チャンネルと音量、ここもよく使うから下手っちゃったんだね。でそれ以外のところはそんなに、なんか ビデオ早回しとかあんまり使わないんで、色のついたボタンとかここら辺はね全然大丈夫なんで、よく使うボタンだけが反応が悪くなったので、ここだけね、修復して、そのままです。であとね、あれから2年経ったけども裏側のゴム溶けてませんね。でよくね、この交換用のゴムってほらよくアマゾンなんかでも売ってるんだよね、結構お値段がよろしい。こういうのってね、通電する、要はゴムに混ぜてあるものもあれば、あとこの先端にその通電するその液をね薄くねこう塗ってあるんだよね。でそういうものってみんな溶けちゃうんだよ。だからゴムが溶けるわけじゃなくて、ゴムの上にこう塗ってあるタイプのやつが長年のあれでみんな溶けちゃうんだよ。だからね、これはもう一度きれいに洗浄しちゃってあるんで、これね、洗剤でチュ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 って洗面持ってって、このゴム全部きれいに洗ってあるんでね、なんっけ、マイペットみたいな、シュ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 ってね、もうビジャーって汚れが取れてね、で、それからもうみんなほら、2年経ってもうすっきりしてます。じゃあ、基板の方はどうなのかっていうとね、はい、基板の方もこんな感じ。ね。全然サラッとしてます。だね、このね、ゴムとか基板がね、流れで、ちょっと上のやつが溶けるのもあるかもしれないけど、だいたい塗ってあるやつが溶ける場合が結構多いよね。だからね、もうこれ一回もゴムを洗浄しちゃう、ね、きれいにしちゃう。でこの基板もね、シューってこうちょっとこう洗剤できれいにしてね。で電気さえ通電してなかったらそんな壊れるもんじゃないから、干す、ね、濡れたまんま通電すると壊れる原因になるので、洗浄したら干す、ね、ちゃんとドライヤーとかもこうやってやったりとかして、水分を全部飛ばしてね、で戻せば全然大丈夫です。こういうのってね絶好調だよ。あれから全く一回も不具合がね再現しません、ね、そんなわけでこれね今後もお役に立つんではないかなと思います。であとね、リモコンの修理としてやってるけど、いろんなこういうね、パネル、ね、タッチのあるでしょ、こういうスイッチが。テレビのリモコンだけじゃなくても、
あのこれ応用だからね、何でもねこういう感じでね、テレビのリモコンだけじゃなくていろんなリモコンあるよね。でリモコン以外のところね、そういうのもねこういう構造のものだったらあれあれってなったら一回分解してきれいにしてアルミホイル1個貼ればね戻るから。ほんと結構ねテレビのリモコンってダメになった時ってテレビ買い替える人っていませんか。なかなかテレビはまだ落ちるんだけど、ああリモコン純正のリモコンね買うとね高いな。で今はね大手のメーカー以外でも安いやつあるじゃん、40インチが3万円台とかさ、下手すると29パーぐらいで売ってるのもあるよね。あのドンキとかさ、ネットの中でもいっぱい出てきてるでしょ。でそういうメーカーのリモコンってあの汎用リモコンのやつだと使えない場合が多いんだよね。で元気なおじいが使ってるあのエアコンもそうですね、あの汎用型のやつに対応してないんだよ。あー使えないじゃんって、そうするとあの学習リモコンを買わなきゃなんなくて、学習リモコンって結構いいお値段するんだよね、めちゃめちゃ高い。でそれ買うんだったらまだ純正買った方がいいでしょうとかね。あと学習リモコンいっぱいこれ1個で済むってやってもなかなか面倒くさくて切り替えてね、おじい使わなかったです。ヤマハの AV アンプとかなんかもう学習リモコン機能前についてたから、これであのいろんなもの登録できるんだけど、いや使わなかったよ切り替えてね。やっぱそのリモコン使いたいよね。で今ほらスマホなんかでもね操作できる場合があるんだけど、あれ赤外線使ってる場合とあのそうでない場合とねまた変わってきちゃうからね。ソニーのやつは結構最先端使ってるから、こういう昔のタイプじゃないから赤外線タイプじゃないのが多いからね、あの使えないのもあります。やっぱりねもともとついてるリモコンを修復して使えたら一番ベストなんだよね。だテレビをねあ買い替える時期かな、もったいないなと思ってる方ね、まだまだ延命することができます。逆にねこのリモコンはもう一回この方法で修復したらもうなかなかね調子悪くならないよ本当で皆さんからのコメントもらってるように、何度やってもダメだった諦めてたけども、このアルミテープで修理したらもう絶好調ってね、そんな声をねたくさんいただいてます、ね、これからもねあのこの方法お役立てください、ね。2年経った今も、ね、ゴムの裏はベトベトになりません、ね、これもだからあの一回洗っちゃいましょう。本当これねこれもちゃんとたまにね、洗うとホコリなんか詰まってねベタ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 するよね。だこれももうちゃんと洗浄済みです。これね洗面所ででこれも洗剤シュッ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 、ね、裏側もシュッ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 ってあって綺麗に洗ったよ。これもで洗濯バサミで干してね、ドライヤーでもやってね、綺麗にやって、それからアルミのテープでしっかり貼ってるので、もうこれ綺麗に洗浄すればね綺麗にピタッとくっつくんでね、ベタ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 してるところにつけてもねだから気持ち悪いでしょ、ニュルニュルって動いちゃうから、だから綺麗に洗浄する。そしてこのねアルミはねこれはねちょっとちっちゃめでいいんだよ別に。なんでかっていうとね、この基板のねこの電気が要はこっからここに要は架け橋をしてあげればいいだけなんで、だからね本当そこの一緒な部分だけがね当たってればいいだけの話で、なんでこのエリアが必要かっていうと、まあ接触、こうやってボタンを押した時にね真ん中押す人もいればこっち側押す人もいるし、こっち側押す、かといって小さくすると押しにくいでしょ。だからこのボタンの大きさになってるわけで、でどこで押しても電気がね、つながるようにこれね面白い形になってるんだよこれ、ね、外側と内側とね、要はここがねくっつけばいいだけの話なんで、まあギリギリまで大きくする必要はありませんね。なのでこの周りの枠ね、ここのところはねちゃんと隙間がある形にした方がいいと思います。大きすぎてベタってかぶしちゃうとね押しにくくなっちゃうんだよね、うん、まあここぐらいのカットだったら皆さん
根気よくできるでしょ、1、2、3、4ってね、そんな難しくないでしょ。で、あ、ちょっと大きかったってなったらね、ちょっとちっちゃくして、で、ペリペリってめくって貼ればいいだけの話なんでね、まあ簡単だと思います。いや、これがね、もう難しいって言ったら、もう修理無理だと思います、ね。で、あとね、これを戻した時にね、やっぱ一番最初空割りする時に、これどっから開けるんだろうってね、だいたいメーカーによって違うんだけど、この内側ね、この内側、こう出っ張ってるところがあって、こうパチンパチンパチンってこう入るところがあるんだけど、それがね、場所がどこにあるかわからない方が多いと思うので、お手持ちのリモコンを分解するときには、その、まあ、リモコンの型番とか必ず書いてあったりとか、あとテレビの型番あるよね。で、あと、まあ、メーカーで検索するとリモコン分解ってやると、その分解手順を教えてくれてる動画とかサイトが見つかるので、そうするとこの石とこの石とこの石ではまってるから、ここのところにね、マイナスドライバー薄いやつを1個入れたら、ちょっと隙間を開けたら、ここを隙間を開けてね、で、なんかちょっとこう、つまようじかなんかこう、かてかましておいてね、で、ここら辺をパコってやると、ペコってこう、行くよとか、こうやって分かりやすく解説してくれてるところがあるので、そういうところを活用すると、きれいに空割りすることができます。で、元気なおじいの場合は、もうこれ、最初諦めてたんで、もうダメだなと思って、もう知るしかないなと思って、それでもうダメ元だったんで、マイナスドライバーで、ぐり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 やったんだよね。ちょっと横がね、ちょっと傷ついてます。ここら辺がね、傷ついてる。でもね、普段これ、まあ、確かにね、傷ついたんだけど、これね、ほら、見た目があんま良くないでしょね、傷ついたから。まあでもね、傷ついても普通に使ってて外れちゃうことは絶対ないし、こんだけパチンパチンパチンって入ってるし、で、もう捨てちゃうことを思ったら、多少傷ついてもね、空割りしてやって復活したら御の字でしょ。新しいものを買うと思えばね。だからね、まあおじいはもうバキ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 やっちゃう派です。でもこれをきれいに取りたい方はきれいに取る、そこの方がもう重要だと思うからね。おじいの場合はもうこれもう傷ついちゃってるし、一回空割りしたらね、もう口入れてるところが剥がれてるので、でもバリバリってやれば簡単に取れちゃいますね。はい、そんなわけでね、これからもアルミテープ、ね、復活法お役立てください。今回は、皆さんのコメントをね、ちょっと一部拾っていきたいと思います。ね、もう2年以上経ってるのにね、エースマンさん1時間前にコメントをいただきました。あけましておめでとうございます。ちょうどテレビのリモコンそんな感じでした。おじいさんの知恵袋を参考にさせていただきましたことでね、ありがとうございます。本当ね、いや、これね、いや、もう我ながらね、いや、よくこれ思いついたなっていうか、パッてこうひらめいたんでね、いや、本当役立ててもらってありがたいですね。2日前、鈴木さんね、おじいさんありがとう、こういう豆知識助かるわってことでね、本当ありがとうございますね。5日前、坂田さん、リモコン発信部がいっちゃってました。あー、坂田さんはね、ちょっとこう残念だった派なんだね、それね。よいしょ。そうそう、これ分解するとき必ずね、電子抜こうね、危ないからね。よいしょね。ここのね、リモコン、これはどうなってたかな、ね、ここのね、発信の部分だね、ここの部分が壊れちゃってたらもうお手上げだよね、残念ながら、ね、そこはもうパス交換修理だよね。それは結構ちょっとね、知識がないと直せないね、発信部壊れちゃったらね、残念でした。でも本当リモコンが他のやつは効くんだけど、ここだけいかないとかね、グーってやらないといかないとかね、もうっていう、こういう場合は発信部が生きてるんだね。だたまにいるんで、何を押しても反応しないっていうのは、これはもう別のところがダメになってるんだよね。この方法で復活する確率はちょっと少ないかなと思います、ね。はい、1年前のね、ヒロファックスさん、マイナーメーカーのプロディアっていうのかな、のリモコンで市販の共用リモコンも使えないので、テレビ買い替えも考えていたんですが、アルミテープで直りました。ありがとうございましたと、ね、こちらこそありがとうございます。こういう時に役に立つんだよね。
本当ね、市販の共用リモコンだと使えないっていうパターンがあるからね、お役立てください、ね。まあ、あとみんなね、なるほどなるほどとかね、あのカイトさん10ヶ月前うちのと同じリモコンですとねそう、なんか動画見てるとあ、うちのと同じリモコンだってなんかちょっとこう親しみが湧くよね。わかるわかる、ね。設計者は使用頻度の高いのを強化した設計にせなあかんよってね、パンさん10ヶ月前ね。でもメーカーはね、何のためにこのリモコン単品で売ってるかね、オプションで売ってるかね、どうしてもね、やっぱ売ってある程度長持ちしちゃうテレビだからね、かといってね、昔のソニータイマーみたいにね、保証期間が切れたら失なくなったっていうとみんな怒って買ってくれないでしょうね。だせめて消耗品として、このリモコンね、だからリモコンにタイマーが仕掛けてあるんだね。だからちゃんとしたこういう構造で作ってくれれば全く問題ないんだけど、まあメーカーとしては意図としてね、通電するのをこうちょ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 って乗って、まあある程度耐久性をね、確保して、で、ある程度したら持っとけちゃうなり、なくなっちゃうなりしてね、行かなくなれば、買い替えてくれるでしょう。もったいないですって。ね。テレビ買い替えるんだったらリモコンでまだね、リモコンだけダメなんだったら買ってくれるよねっていうね、そこら辺狙ってると思うんだよ。だちゃんとしたものを作ったらもうそこで終わっちゃう話だからね。いかにお客さんからその他のメーカーに行かないで、だってお金を取ろうかなって考えるとこういう方法になるでしょう。結局ね。11ヶ月前ね、シャトピーミルミルさんからね、同じリモコンで番組表が押せなくて困ってました。近々やってます。マジ神動画と出会えたとかでね、ありがとう。本当に神動画って言ってもらえた。ね。そうだね、番組表が押せないと、苦しいよね。本当ね。その後どうなったんでしょうかね。参考になりましたかね。あと、カジヤの孫さん、3日前。なるほど。アルミテープを貼るといいのですね。よく使うボタンだけ効かなくなるって今までもあったので、もっと早く知っていれば分かりやすい解説ありがとうございますってことで、そうなんだよ。意外と諦めちゃう方って多いです。ね、おじいも今回はね、これ、本当もう捨てちゃうつもりで、もう一か八かでいろいろ試したんだよね。だどの方法を試しても一番最初だけきれいに洗浄したら一瞬だけ治ったんだよ。おーおーおーと思ったけどすぐ使えなくなった。あの時のショックがっかり。完璧になる方法ってないのかなってね。だから物理的に考えたんだよね。なんでなんだろう。洗浄したベタベタしていた、このベタベタしていた 元は何なんだろうね。このベタベタしていたものをきれいにしちゃったわけだから、その分の面積がないよね。ああ、ゴム、基板、どっちかわからないけど、薄くなってるよねって。うん。で、通電するものがなくなってるんだね。そうだよね。じゃあ、通電するもので、なくなった厚みを足してあげれば、戻るよね。もともと薄く塗ってあったものをね、0.0 のミクロの世界だと思うけど、アルミテープだったらね、結構 0. 何ミリぐらいあるから、あ、厚みは確保できるよね。でこれだったら自分でアルミホイル切って両面テープね、グニャってなって、あーってボコボコなったの貼るよりも均一に綺麗に誰でも貼れるよね。あ、じゃあ押し加減も変わらないよねってことで、いろんなことがパーフェクトにクリアできるのがこれだったんだよね。ね、なのでね、まあ、本当一人でも多くの方に役立ってほしいなと思って動画作ったらね、こんなたくさんの方からコメントをいただけるってね、本当ありがたいですね。大山さん、アルミテープですか、参考になります、ありがとうございました。こちらこそね、ありがとう。あ、嬉しいね。クラブジャックさん、できました。あじいさん、ありがとうってことでね、できましたってね、頑張ってくれたんだね。最初これリモコンを外すのがすごい大変でね、あと東芝製とかね、横に機能切り替えスイッチがあって、あれめんどくさいんだよ。あれ戻すときに、こっち側でこうしてやった段階で、こうやって戻さなきゃなんないっていう。いい加減になると、位置ずれちゃうとスイッチうまく戻らないんで、東芝のリモコンはね、ほんと頭抱えた。マジでね。11ヶ月前ね、騙すまださんね、初代ファミコン四角ボタン時代に知りたかった。これか。初代ファミコン。これね、いや、
初代ファミコンの時代にこの技を知っていても、あのこれが中に入って引っかかって出てこないから、だから四角いのはあのその時代に知ってたとしてもダメだと思うよ、これゴム自体が。で四角はダメ、やっぱね丸型のプラスチックのやつの方がスタッシュルジャーとかね、チャチャチャーチャチャチャってキャーカーテン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 カーテンね、ゴムだとできないじゃん、四角の丸だからこうやってスタッシュルジャーこうやっちゃったでしょね、ハイパーオリンピックもやったでしょ、ファミコンまでグヤーってやったでしょ、あのなかなかほらオプションの四角いやつ4500円とかあったじゃん、大きいのとちっちゃいのと売っててはね、あれ高くて買えなかった、あれザカ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 ってあるのね、ゲーセンだとあのわざわざあれでしょ、定規持ってってベン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 ってやったでしょ。あとおじいさん頃もあれだね、ハイパーオリンピックの時はあれかな、原付の免許取ったかな、どうだったかなね、ちょうどいい大きさだったね、免許証買っておいてね、ベンベンベン、トトトトトピッ、ボワーンですよね、ピッ、ファールして、あー、飛びすぎたとかね、やったよね。いや、ファミコン時代の四角のボタンまで、あれはやめた方がいい、丸の方がいい、絶対ね。ね、次はミスタードクパパさん、ね。以前何回も修理したけど、劣化でボタン側のゴムが溶けたようで、うん。で吸盤側に湿ったような、あと、あ、基板側ね、ごめんね、吸盤なんてないよね、基板側に湿ったような跡で油分のような感じで、いくら拭いても治らない、諦めたことがありました。部分的ならありですねってことでしょう。あのね、これもそうだったんだけど、あのもうその洗浄するやつ、ね、なんでかな、あのスプレーのやつね、ほら油取るやつあるじゃん、きれいにするやつあるんだよ、それでねジューってやっちゃうと思ってね、台所用の洗剤とかさ、換気扇きれいにするやつとかさ、間でいいんだよ、バーッときれいにしてモコモコモコってやって、で洗っちゃえばいい、歯ブラシペッ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 って、もうどうせダメ元なんだもんこれね。おかしなところはね、なるべくこういうチップがあるところはね、ちょっと心配だったらね、テープ貼っといて水入んないようにしておいて、こういうところの基板だけはね洗っちまえばいい、これね。おじいはそれだったけどね。でね、お兄ちゃんありがとうございます。なりました。やったー。ね、よかった。ね、ジェシカさん、ね。まさに今、おしどりもこんがそうで、たまたま行き着いた動画がここでした。ありがとうございます。早速やってみましたことでね。その後どうなったでしょうか。ね、うん、まさよしさんかな。1週間前。よくわかりました。早速試してみたら治った。ありがとうございます。やったね。おめでとう。ね、ありがとう、本当もね。これ、むつみさんっていうのかな。ね、ありがとうございます。むつみもつい先日、CM スキップ、30秒飛ばしボタンが効かなくなったので、アルミホイルを貼って直したばかりです。すごく感度が良くなった。また不良なボタンが出てきたら、今度は動画で紹介されてるアルミテープでやってみますってことでね。そうだね。まあ、アルミホイル挟んでおいて復活したら、もうなかなかね、減らないから、ね、大丈夫だと思います。ね、はい。ね、みゆみゆさんね、記憶の片隅に貯めておきましたのでね、お役に立ってる方、本当、おいしいもんいっぱい食べたり、いっぱい飲んで、ね、はい、そしてね、こんなさんね、あ、そのみゆみゆさんとまた違うね、違うか、ね、巻き戻し再生早送りボタンが効かなかったのですが、見事に復活しました、リモコン買わなくて済みました、ありがとうございますということでね、こんなさんだね、ありがとうございます、本当、復活おめでとうございます。国うなぎさん、治りました。ありがとうございます。ということでね、おめでとう。ね、そしてね、秋信さん、6ヶ月前です。参考になりました。車のリモコンにも利用できますね。こういう情報大好きですね。もういろんなリモコンで試してみてください。ダメ元でね、ほんと。ね、神谷さんかな、ミサイさん、10ヶ月前。めっちゃ役に立ちました。本当、ありがとうございます。ということでね、本当、動画を作ってからね、1年ぐらい経ってからだよね、10ヶ月前って言うとそうだよね、1年半ぐらいの時のコメントです。ありがとうございます。本当ね。うん、ね、うん。ヒルさん、ね、10ヶ月前、丈夫なリモコン作れないなら、簡単に空割りできるようにしとけよって思って、空割りね、大変だもんね、最初ね。まあそれだけに治ったら喜びが大きいんだよ、本当ね。うん、ね、
ケイジさんね、うちの父からおっしゃってましたが、動画になってると分かりやすいですね、とかだよね。ちなみに、リモコンの修理交換の見積もりを出してもらったら、5000円もしたので、あ、そんなすんの、ね、大変助かりました、ってことだよね。ありがとうね。ね、枝ちゃん、BGM 音楽入ってんじゃん。昔は、おじいもね、BGM 入れてたんだよ。リクエストがあったから。でもやっぱね、おじいにはいらないって言われたの。邪魔っつってね。はい、そして、3週間前、こうさん。ね、早速実行、治りました、グッド、サンキュー、よかった ね、 本当ね、皆さん嬉しい報告ありがとうございます。高野さん、素晴らしい、ありがとうございました、ね、今まで捨ててましたってことで、うわもったいな、ね、これからはね、頑張って治してください、ね、ハンフリーボカートさん、1日前です、ね、こんにちは。汗やほこりなどで使えなくなるのは知っていたけど、アルミテープで治るのは知りませんでした。家にあるリモコン、直してみよう、教えてくれてありがとうございます。ってことでね。いや、もうガンガンやってみてちょうだい。ね。もうちょっとでもね、ああ、買った時はこんな反応、もうちょっと良かったのにと思ったらね、思い切って分解してね、綺麗にね、ふきふきして、ね。で、アルミテープを買ったら絶好調。うわ、めっちゃ調子良くなる。特に電源ボタンなんてね、もう、ピュッて触っただけでポワーンってついたら、わーって思うよ。ね、今まで、うんってこう、もう癖ついちゃうからね、うんって感じで、うんうんうんなんてね。まあ2回ポンポンってやってついて消しちゃって、あーってね、もう1回、うんってね。ね、ところてんのすけさんね、マジ神、家帰ってやってみますってね、その後どうなったでしょうか。ね、はい、リュウチさん、ノンリュウチさん、うん、うんってテレビの電源ボタンを何度も押していた今日この頃に突然この動画に出会いました。早速やってみます。ありがとうございます。ってことでね、こちらこそありがとうございます。うん、うんってやってたんだね。欲しいもわかる。うん、うんってやってたから、チャンネル切り替わらないしね。最悪だよ。で、電源もさ、入らないし、切れないし。もう寝たいのに、うん、うんだよ、これ。ね。だからもう、最終的にはめんどくさいとね、テレビの本体の横に電源あって、わざわざそこまで行って消してたっていうね、寒いっつってね。寒い冬ね、布団の中でね、転がってみて、リモコンで消して寝たいもんね。そこにまた出なきゃなんない、うーっつって、ね。はい、次はね、マーキュリーさんかな。ね、10ヶ月前。本日、シャープアコースの電源ボタンだけが動かなくなり、アルミ箔をこじけたところうまくできました。ありがとうございました。ってことでね、おめでとうございます。本当ね。ね。で、ポンさん、ボタン裏のおそらくね、油電製のゴムがへたってるところで、そう。ゴムがね、へたって薄くなってるだまし、そこにこう塗ってある場所があるんだよね。だこれ練り込んであるゴム、要は通電性のあるね、ゴムで作ってある場合もあるし、上に塗ってある場合もあるんだよね。でこれがまあ下手ってっていうかね、劣化で溶けちゃうんだよ。だから温度で溶けちゃうんじゃなくて、劣化で溶けちゃう。これね。ね、チーキャスで4時間この話してくれってね。チーキャスで4時間話してほしいの。ね。いや、おじい4時間だったら話せるよ。ステージアライブとかアフリカテレビ時間無制限の時はもっともっと長くやったからね、10時間とかね。ね、10ヶ月前、キョントトさん、まさに今現在困ってました。サムネイル見た時目がキラーっとなりました。ありがとうございます。あ、やっぱサムネって大事なんだね。じゃあこの動画のサムネどうしようかな、ね、ありがとう ね、 ね、キョロキョロさん、10ヶ月前、早速やってみました。リモコンが使えるようになりました。ありがとうございます。おめでとう。ね。いや、11ヶ月前の方って結構多いね。11ヶ月前に何かあったのかな？誰か紹介してくれたのかな？ね。太郎さん、ね。おじいさん、過去の動画を拝見したのを思い出し、リモコンクリーニング最終手段、アルミテープ貼り付けをアコース2台快適に直りました。何度きれいにしてもよく使うボタンだけが反応が悪く、とうとう1台は主電源が効かなくなりましたが、バッチリでした。PC やスマホの YouTube を一人で楽しむには良いですが、やはり家族で見るにはテレビです。純正リモコンは高いので助かりました。ためになる動画ありがとうございました。ということでね、こちらこそありがとうございます。復活してよかったね、本当はね。ご家族の皆さんのお役に立って、本当おじいも嬉しいです。ね、はい、サイバーさん、8ヶ月前です。
素晴らしい動画ですね。うちのテレビリモコンも無事復活できました、ありがとうございましたということでね、ありがとうございます、ね、松原さん10ヶ月前なったよ、おめでとうね、サリンのゲームチャンネルさん、おじいっつってね、サリン、あ、サリンね、シャリー長いから、でもね、あのツイキャスまだね、あの視聴者がね一桁の頃から知ってるからね、まだテレビ局の控え室でね、あ緊張するとかって言いながらね配信してたんだよ最初ね。今もうすごい大御所の配信者さんだよね、すごいね。はい、ジェリーさんね、元気なおじの動画なんとなく見ちゃ、本当にいっぱい見てください、ありがとうございます。薬用さん、ね、10ヶ月前うちのやつのリモコンと同じでボタン反応したかったのが復活したんだけど、チャンネル登録ありがとうね、よろしくお願いします、ね、もしリモコン直った方、ね、チャンネル登録よろしくお願いします、ね、チョコ大福さん、ね、アルミシールはなくてアルミホイルをちっちゃくして挟んだだけで直りました、すごいです、悩んでたので助かりました、ありがとうございます、ということでね、こちらこそありがとうございますね。またずれちゃったりとかしたらね、次はテープ貼ってみましょうね。はい、次は萌えあやさんかな、ね、10ヶ月前です。ブルーレイの再生ボタンが全く効かなくて、アルミシート貼ったら再生ボタンの感度、ボタン反応が以前より良くなり大変助かりました、ということでね、ありがとうございますね。いろいろ応用してくれたようでね、おじいも嬉しいです、ね。はい、ドラさん、ボタンが全部反応しないから全部に貼れば良いですね、なりましたってことで、そう結局そういうことね、手間暇かけられる方だったら全部に貼れば OK です、これね。ガラス付きのアルミテープはダメですかってね、ひながさんね、いやガラス付きでも別に全然構いませんね、電気が通れば OK です。はい、カンタさん、ね、治りましたーって、こんな文字でね、治りましたー、万歳までついてる。1週間前拭いて治ったかと思ったら、やっぱりダメで、2B の鉛筆を塗ってもダメで、ああ、わかる。あれだね、通電誘導剤みたいな感じよね。おじいもよくやった。ファミコンみたいなカセット、ガチャってこうやるときにね、反応悪くなったら、2B の鉛筆でザーってやって、ティッシュでちょっとチュッ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 ってやってね、よくなるよね。で 2B の鉛筆を塗ってもダメで、アルミ箔テープを貼ったら一発で快適、反応しました、喜びです、ありがとうございました、ということでね、いや本当ね伝わってくるよ、ありがとうね、よかったね治ってね、うん、はい、次は2ヶ月前かな、山崎さんです。アルミホイルの裏に両面テープを貼って直径6ミリぐらいに丸く切ってリモコンのボタン裏に貼ったら見事に直りました。ちなみにシーリングライトのリモコンです。製造中止のミッキーの調光式のライトでした、ありがとうございました、ってことでね、ああそうだね、もう製造中止になってね、もうリモコンのパーツも手に入らないっていうね、まあ、それでもミッキーのやつでお気に入りだった、うわーって、そういう場合あるよね、いやよかった本当ね、もう代用が効かないもの、ね、そういったものを復活できたときはやっぱ嬉しいよね、本当ね、ありがとうございます。ボタンがゴムならアルミじゃないテープではダメなのかなってことでね、うん、アルミじゃないテープだったらダメです、ね、通電させないとダメなんだよね、まあ、原理としてはここの基板の部分、ね、電気が来ている、電気が来ている、ね、でこれが離れた状態なのでこういう状態になってんだね。だそこのところに電気を通じるね、通電性のあるものでボタンっていうのはパチッてこう押すことによって電気が通るんだね。そうするとスイッチが押されたっていうことなんだね。電気が通ったか通っていないか、これでオンオフなんだよね。これが電源のスイッチだったら既にこういう状態でね、電気がこう離れてる状態なので、ボタンを一回パチッと押すことによってパシッて一回スイッチが入るから電気をオンオフのオンになる、もう一回パシッてやると次はオフになるね、ここの信号が来たか来ないかでオンかオフかで判断して、オンかオフかっていうか電気信号があったかないかで
オンオフオンオフをね、交互に繰り返しているということになります、ね、理屈で考えるとね、単純なんで本当ね。で、チャンネルのボタンっていうのは、チャンネルのボタンはね、このチャンネルのところも全く同じなんで、ここの場所に電気信号がポチッときたら、このチャンネルに切り替える、周波数を変えるっていう、そういうあれなんでね、簡単でしょ。でボリュームの上がるのだったら、1回押したらプラス1、もう1回押したらまたプラス1、もう1回押したらプラス1、ね、一番上まで行ったらもう上がりませんね。で、ミュートのボタンだったら1回パンって電気信号来たら0になるね。こういうふうに操作してるのがこのチップセットになります。命令して判断してるのがね。あとはここはもう電気信号が来たか来ないかだけを判断するところなんで、通電性のあるものでないとダメです。これね、単純に考えると分かりやすいでしょ、ね、横文字さんね、参考にさせてもらい修理しました。近所のダイソーにはアルミテープがなかったので、両面テーププラスアルミホイルで対応しました。効果抜群です。私は以前車の純正機器の仕事をしていましたが、それに比べると車のものは耐久性が全然違うと思いましたってことだよね。まあ車のボディはそうだよね、耐久性はね、構造的には同じなんですけどね、純正品は特に品質に厳しいですってことだよね。そうなんだね。まあ家電品は買い替えてもらってなんぼ、車の場合ってそんなに頻繁にね、ここがダメだから変えてくれって言っても、その部品の供給とかパーツ取ってことが大変だから、一緒に高い値段でバンってお金バンってもうもらっちゃってるからね。だからその分ちゃんとへたらないものを作ってくれてるんだね、車の場合はね、うん、そういうことですね。タテユウさんかな、うん、俺もやろうとしたらネジ滑らしてしまい取れなくなりましたね。そういう場合はネジのここ山ダメになったってことでしょね。そういう場合はね、ホットボンドを使ってくっつけて固まってビンってやるとか、アロンアルファね、買ってくっつけてでピンって回るとかね。それかあとネジ山コンコンコンってこう作るのアマゾンで売ってるんで、これでピンってやるとかね、いろんな方法がありますね。で頑張ってくださいね。次はね、ゲレクロックさんかな、うん、それでも直らない場合はどうしますか。アルミテープを4枚重ねてもダメでしたね、ボリューム小だけ、もちろん他のボタンは正常ですよね。もうそれでも直らない場合は諦めましょうね、壊れてますこれ、ね、はい。それで次はね、NA さん、ここ1ヶ月近くレコーダーのリモコン電源ボタンが反応したくて困っていたところ、こちらの動画を発見、早速100円ショップでアルミテープを買いました。リモコンのカバーをうまく外しきれなかったものの、隙間からテープを貼ることができ、見事電源ボタンが復活しました。これすごいことだね。かで隙間こうやって開けて、グって開けてスーッてやって戻したのね。これすごいすごいね、本当ね、根性だ ね。いや、このパターンは新しいね、本当。手先が器用じゃないと ね、うん、ね。沖縄が大好きな人ですね、沖縄の方ですかってね。次はね、DH さん、やってみよう。電源以外のボタンも反応しないから同じことすればいいのかな。イエス、そうですね。まあ、電源のね、例として解説していたけど、どこの部分のボタンでも OK です。お試しください。どうせダメ元だからね。はい。そしてね、最後はタマちゃんね、11ヶ月前、ゴムって押し通してするからへたってくるんですね。あとはホコリですね。そうだね。まあ本当ね、ただのゴムじゃなくてね、先っぽに魔法のねやつがついてたんだね。要はアルミホイルの液みたいのをね、こう薄いのつけてね、それがなくなるようにできてるんだよ。本当いやらしいでしょ、ね。はい。そんなわけでね、これで皆さんのコメント全部100件ぐらい読めたのかな、これでね。はい。そんなわけでここまでになります。ありがとうございますね。そうだね、いや、よく読んだね、全員ね。あっという間に時間経ったと思いますね。これからもアルミテープ技がね、一人でも多くの方のお役に立つことを願っております。たくさんの方コメントいただきありがとうございました。本当ね、本当もう2年以上前の動画だったんだけど、今でもコメントもらえてね、
本当に嬉しかったので、元気なうち2020年新年にね、本当今までのコメントをいただいた方感謝、そしてたくさんの方が見てくれてね、応用してくれて感謝です。でこれからもねコメントをいただけると思うのでね、そういった方にも感謝でございます。そして元気なおじいとねこうやって関わってくれた方皆さんにね本当感謝です、ね、ありがとうございます。そしてね、お役に立ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。2020年これからもね元気なおじいのこのアルミテープ技、リモコン復活技ね、お役立てください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてこのね動画、このびっくりマークを押してもらうとピョンって関連動画が出てきたら、今ここら辺に出てきてると思うのでね、もしよかったらね見てください。どの動画ってね気になるでしょ。知らない方ははい、ぜひこれを見てください。というわけでおじいでした。またね、バイバイ。